くお願いします。
最後のバンドとなりましたおとぎ話のコビーです。よろしくお願いします。僕がこの見学ブロックに入って早2年半もう引退の時を迎えようとしています。2年半、楽しかったこと、そうですね、いっぱいバンドをして、互いに切磋琢磨して、いっぱいお酒を飲んで、もちろん楽しかったことだけではなくて、苦しかったことや辛かったこと皆さんいろいろあったと思いますが、その時は、近くにいたバンドメンバーや一緒の昔の軽音ロックの、まあ、仲間が、絶対近くにいてくれたなと2年半を通して思いました。そうですね、僕たちはもう引退しますが、残された後輩残ってしまう後輩、あと1年2年ある後輩は、みんなと一緒に音楽ができることを精一杯楽しんで、これからも頑張っていってほしいなとそう思います。この部活に入って心から良かったなと思うことができました。最高の現役生活でした。ありがとうございました。
フェスティバルエクスプレスありがとう。
とうとう六甲祭の最後の曲がやってまいりました。2日間18バンド全て素晴らしい演奏だったと思います。今日の一番の目にぶんちゃんがバンドでなんか一体感意識が統一された時に喜びを感じるって言ってたんですけど、僕もそれが好き、それと似たようなものでバンドをしてる人間と聴いてる人間とがつながる瞬間も僕はまた好きで、今こうやって皆さんが見ていてくださっていろんな人の笑顔とか今そんなようなみんな一緒に同じものを作っているような気持ちになれて嬉しいです。ありがとうございます。次で本当の最後です。今日は最後までおとぎ話のコピー、そして2日間クロックの演奏を見てくださった皆さん本当にありがとうございました。Thank you.